うん、エトレラ TV イエロースパローの共同企画、うん、東北ダンスフェスティバルに出るダンスボーカルチームを決定いたします。おーイエーイ。前回企画発表と1ヶ月限定グループ名の発表を行った4人は、まずは歌うパート決めをするためにカラオケでカラオケボックスに来ました。動画を撮って高橋先生に提出。その後決まったパートをもとに練習が始まります。トライ密着第2弾振り入れ、どうぞご覧ください。ハローエブリアー、皆さんこんにちは。レモンとママです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこの間発表したレノレレ TV の新企画、高橋ボイスプロダクションさんとイエロースパローのとレノレレ TV のコラボ企画でございます。はい、はい、今日はその東北ダンスフェスティバルに出るための練習をしに来たんですけども、今回はダンスの練習をしに来ました。というわけで、まず仙台駅前に来させてもらいました。お世話になっております。はい、というわけで入ります。はい、ビッグトップも見てね。はい、はい、というわけで、はい、練習のスタジオに入りました。はい、今日何回目の？でもダンスは1回目です。おお。はい。今日はキリカさんが不在なんですけども、はい。3人でコンセンスしていきます。はい。そして、はい。まあ一応高橋先生に、うん、その前カラオケ行った映像を送ったところ、うん、パートが決まりました。おお。
でも実際にこんな激しく踊ったら多分もう歌えないんで、ねえ、上半身をめっちゃもう腹筋背筋を確かによく考えたぞ。そうえオーマイオーマイが歌ってますか。ここでここでじゃあここだよ。こっちですね。こっちの方がいい。だけじゃなくて歌も入ってくると、一番だけでも結構疲れましたね。そうなんだね。そっか、じゃあ体力もつけなきゃいけないのかな。はい、いやでも楽しみになりました、次の練習も頑張ってください。はい、ちょっとスケジュールね、ちょっと決めていかないとやばいね。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。